そのね、この国本当にやばくて、うん、そろそろやばいって伊藤かも言ってたでしょ。だからあの、なんだろう、1%計画っていうのがあったでしょ。まともな政治思想を持つ人たちを国民の1%、つまりあの120万人あったら、あの統一教会とか、えー、公明党みたいにあの選挙区の主導権握れるわけねっていう。で、これがこ今こ回てある通り、投票率が50%だと仮定したら、まあ2%になるわけね。2%って言ったらね、結構ね、勝敗ライン分けちゃうから、 まあ、だから、こういう空気作ってしまえば、ひょっとしたら、こういう政策を支持すれば、選挙に勝てるんじゃねとか言って、乗っかってくるようなね、うん、お調子者の軽薄のや熱が出てくるんじゃないのかなっていう、例えば、小泉慎、えー、次郎とか、橋本徹とか、河野太郎とか、ああいうね、コロコロコロ意見を変えるやつに乗っかってもらうような空気作らなきゃいけないってことで、 まあ1%あればいいかなっていう。で、現状において、三橋高明50万、チャンネル桜が10万だから、まあ被りがないとしても60万でも被ってると思うんだよねっていう。だから70万いると。で、今うちの登録者が120人だとして、70万って遠い道のりだなって思うでしょ俺はこう思うのよ。俺のね、この意見賛同してくれたら、 俺じゃなくて、その人があの何かしらのインフルエンサーみたいな役割になって、だから俺が親だとしたら、その人たちが子になって、で、孫を作っていく。で、孫たちにも、ひ孫を作っていくようにあの伝えておいて、どん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 ネズミ惨式に増えるようになればいいんじゃないのかなっていう。例えば、俺のこの考えを聞いて、いいなと思って、えー、YouTube やってる人たちがいたら、この計画っていうのをこっそりやっといて、で、それで、あの、結局財政と核武装の2つのイシューだけに絞って、 これねこの2つ以外じゃないと思うこの2つじゃないとダメだと思うねうん。 あのー、やめた方がいいいと思ううよねっていうでまあなんだろうそういう空気に敏感な人たちに、あのー、乗っかってもらってでまああの人たちはね多分核武装も積極財政も天皇も何でもいいんだよねっていう選挙に勝てたら何でもいいんだよねっていうことで乗っかってもらおうかなっていうのが俺の作戦なんだよねっていう。で彼らっていうのはねとにかくね勝てるんだよねうん勝つことに敏感だから。 だからあの人たちが勝ち始めたら、このいわゆるね、そう真面目な人たちもね、また空気に流されやすい人たちっていうのが、まああの人たちゲゲゲゲ言えばそれに従うだけだから、それでいいんじゃないのかなっていう。まあだからあの、俺自身のチャンネルが伸びなくても、あの、あなたのチャンネルが伸びたら、それで俺は勝ちだと思う。うん。で、うちのチャンネルはね、 はっきり言ってしまえばね、人を選ぶんだよね。だから、伸びにくいと思う。うん、そういった意味で。また、俺がね、えー、極端に排他的なところがあるから、他人に対して。だって、あの人と話してもダメでしょとか言うでしょ、俺平気で。うん、あいつは分かってくれないから、話すだけ時間の無駄だとか。だから、俺って結構人を選んじゃうところがあるし、と同時にね、そういう姿勢を改めなさいとか言ってくる人がいるんだけど、 そういう姿勢を改めたら俺はこういう作戦とか、うん、寝れないと思う、うん。あの人の顔色を伺わないからこういったな夢みたいな妄想ができてまあ他人いい人くんが言わせたらねこういうのは本当にね、うん、まあありえない話なんだろうっていうでも俺は3年後ひょっとしたらってだってあの時バンされなかったら今頃3000人ぐらいになってたわけでしょ。だから まあひょっとしたらひょっとするとってことで、まあこの1%計画をみんなでやっていこうじゃないかなっていうことで、えー、賛同してくれたら、えー、まあやってくれないかなっていう。じゃあ失礼します。